はい、億万長者合宿をご覧の皆様、これはね、吉谷さんと私のリレーの動画なんですけども、まあ、いつもね、再生数が回っていて、本当ためになっているのかなと思います。そういう意味では本当にありがとうございます。でもね、逆にですね、これ視聴回生数、再生数が1とか2が理想なんですよ。というのが、私は吉谷さんにメッセージを送りたい。吉谷さんは私にメッセージを送ってるだけなんでね。で、その他の方、もしね、これ、あ、なるほど、ためになるなと思ったら、ご自身でね、YouTube をどん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 出していただければ、もっとためになりますし、もっと多くの方のためになるんですよ。まあ、そういう意味でね、私はYouTube をね、始めてもらいたいなと思うわけなんですよ。まあ、始めていただかなくても私には損はないし、何のね、得もないんですけども、ただ、チャンスであるってことは私言えると思うんですよね。で、ずっとね、私 YouTube をずっとアップロードしてきて、あ、すごいな、いっぱい上げてるなっていう方もいらっしゃると思いますけども、私ね、2011年からやってますんでね、2011年からやって、正味ブレイクしたのって2017年ぐらいなんで、6年間ぐらいは不毛の時代があったんですよ。何をやっても当たらないみたいなね。で、途中ローカルアイドルさんって言って、広島のねアイドルさんをこう特集する広島ロコドルフェスティバルっていうステージが月に1回あったんですけども、そちらの動画をずっとね上げていたんですけども、それもねいまいちで、あれは何をやってもダメだなと思ったんですよね。でも何をやってもダメの中には、これをやってもダメってわかる、これをやってもダメってわかるっていう風に、こう消去法がどんどん成立していったってこともあるんですよ。そしてですね、暗号通貨もずっと2014年から不発だったんですけども、2017年にブレイクしたとかね、それからビジネス系のも最近ブレイクしてと。で、まあ、チャンネル登録も1万人ぐらいになったところで、まあなんかね、私は速稼塾のサポートの動画に使い出したんで、あんまり一般的なメッセージを送ってなかったり、トレンドを抑えなかったりしたんで、たまにね、数万再生ってのありますけども、基本的には100再生前後っていう形で、そんなに多くのファンの方にメッセージをお届けしてるわけではないのかなというところでございます。で、その中でこの億万長者合宿っていうシリーズは、億万長者合宿っていう有料のねイベントに向けてのプロモーション動画だったんですけども、すでに2019年の4月にこれ終わってるんですよ。だから本当でしたらこの動画もないんですけども、まあなんかね、合宿に参加した方に凡事徹底をどこまで見せれるかなっていうのと、あとは単なる趣味でね続いてるという形でございます。ぜひね、この億万長者合宿に参加された方、これ以上の凡事徹底をやっていただきたいかなっていうのと、何回失敗してもね、それは失敗ではなくって、なんて言いますかね、資産構築なんですよ、失敗っていうのは。その失敗っていう礎の上にやっと成功っていう何ですかね、結果が寄り添うわけであって、やっぱこう失敗、すごく吉谷さんいい例を出してくださいましたよね。ストライクを投げる人でも、ストライクになるまではずっとボールばっかりなんですよ。で、その積み重ねがあって、あ、この角度でこの強さで投げたらこうなるのかってことがつかめていくんですよね。だから動画もブログも量産っていうのは一緒でですね、たくさんやるから当たりがついてくるってことなんですよ。ほとんどのことはね、経験時間で型がついてしまって、その人生の中でどれに経験時間を費やすかなんですよね。で、たまに10代で成功するとかね、一発で成功するみたいなのいますけども、それは単なる天才であって、私たちは凡人なんで、凡人なりのね、失敗と工夫と努力を積み重ねて、で、結果的にそれでもうまくいかないってこともあるんですよ、凡人ですから。何をやってもダメな凡人っているわけですよ。で、自分がそれだって分かった時には安心してください。もうね、人生の残り時間少なくなってるんで、あ、全てのことに一生懸命取り組んだ人生だったな、よかったよかったで終われますから。ただやっぱりね、恐ろしいのは燃え尽きることではなくて、ブスブスと不完全燃焼のままくすぶり続けることなんですよ。くすぶり続けてないですか、人生。くすぶっちゃダメですよ、やっぱりね、燃え尽きましょう。明日のジョーじゃないですけどもね、真っ白な灰に燃え尽きるまで戦いましょうってことでございます。まあそういう姿に人は感動して、ファンができるし、信頼関係も作れるんじゃないかなと思います。自分はこれに一生懸命取り組んだぞって言えるものがあるかなってことです。さあ、動画のまとめになりますけども、自分はこんなことを一生懸命やったっていうふうに自分で主張しないと分かってもらえないうちはまだやってないレベルです。何も主張してないのに、あなたはただことじゃないねと、あなたの熱意はすごいねとか、あなたは他の人と違うねって言われだしたら、あ、なんか実を結んだのかなというところでございますね。人は言葉ではなくて行動についてくるものだということが本日の動画のまとめになります。それでは、いってらっしゃい。